今回はモロヘイヤの自家採取、種を取る動画になります。以前動画にしたプランターでのモロヘイヤ栽培後の様子で、栽培したモロヘイヤの種は品種改良されたものではなくて、一般的に固定種と言われるものです。5月に栽培を始めて、夏の収穫期を過ぎた後もそのままにして種取りを行います。9月下旬頃になると黄色い花が咲いて、その後そこから種の入った鞘が大きくなってきます。